どう？変な感じする。ちょっとした。いや、結構変。お口開けてください。口元美容香りです。いや、子供の成長矯正ほんま大事やよな。骨格が綺麗に整ってへんかったら、歯綺麗に並べたところで見た感じ貧相やったりすんねん。可愛く表情豊かに育ってほしいやん。だから子供の時成長をしっかり促してあげる。遺伝子情報に乗ったった成長をした方が可愛いわけやんか。それを助けてあげるのが成長矯正で、自分のベロの癖、唇、股間口とか、そんなんでどうも機能が発達せえへんかったら、顎は小さいまんま、歯並べへんよみたいになってくるわけよ。それを助けてあげるために、ちょっと力かけてぐっと顎を広げてあげる。そしたら呼吸も鼻からしやすくなって、口広げたら鼻にも作用あんねんで。ほんで姿勢も良くなって、顔も美しくなって素敵になっていくわけよ。そのための装置を頑張ってくれてた4年生の女の子、もうそろそろこの装置は卒業ということで装置を外しました。すっきりするって喜んでくれるかな思ったら、なんかなくなって気持ち悪いって、そっちに慣れてたんよね。面白いよね。こんな感じで撮ったよ。開いといて開いといて。画面見せてる？開いてて。はい、開いてください。一番大きい開いてや、取るからな。大丈夫？上手。あ、取れた。どう？変な感じする。ちょっとした。いや、結構変。変な感じ、慣れてへん。ちょっと変なもんな。面白いな。はい。口の中っていろんな環境にすぐ慣れてしまうのよね。だから異変があって、あれおかしいなと思った時も、しばらくほっといたらそれに慣れて、体のバランス歪んだりとかしながらバランス取ってくれるようになったりする。だから違和感ある時は早めに歯医者さんに相談した方がええで。こんな風に外したことが今度は気持ち悪いなんていうことになるわけやからさ。でも綺麗に顎も広がって、顔立ちも素敵になって、ほんまによかったわ。子供の時期にしかできへんこと、成長をしっかりと促していくこと、こんなことに注目してあげてね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。またです。公式 LINE に登録していただいたら、綺麗な歯を保って一生過ごせるようになるために、私が監修しました虫歯予防のためのPDF プレゼントしています。それから今は4人に3人が歯周病って言われてんねんね。そんな時代、歯周病予防のこともやっぱり知りたいやん。歯周病を確認できるチェックリスト、これもプレゼントしていますよ。さらにさらに歯医者さんまで来ていただいたら、セルフケアセットが詰まった南郷屋歯科にオリジナルポーチプレゼントしています。ぜひ公式 LINE を登録お願いします。口元美容チャンネル見ていただいて、私と一緒に二人三脚で歯を守っていきましょう。